はいどうも、皆さんこんにちは、エルザです。それでは戦いマッチングアプリやっていきたいと思います。さあ残り10人ということで、頑張って集めていこうか。おお、パーリーピーポーさんにいいねされた。確かにパーリーピーポーだ。あー、お酒も飲んでいいな。お酒飲みてえな普通に。あー、バーベキューですね。あ、いいね。でも片付けはちゃんとして帰ってね。パーリーピーポーめっちゃ早そうだけど、情緒不安定だな。うわー、むずけー。騒いでるね。騒いでたね、ゲージね。イベント行きましょう。いや、これ難しいわ。イベント行きましょうしかない。これ一回とどめさそうか。あんたのプロフィールネットにさらされてましたよ。あー、怖っ。やっぱパーリーピーポーやから、楽しければ OK みたいな感じで OK してくれたのかな。めっちゃ楽だったぞ、こいつ。パーリーピーポー26歳、バーベキュー大好きです。火を起こすのは県一の腕前です。世界一じゃないんだね。県なんだね。笑いの方向性は基本ダウンタウンタイプです。空気によって柔軟に変えていきます。この顔を知ってる人は見なかったことにして回り右してください。まあまあよくあれなんだね、 SNS とかあるのではしゃいでるんだね。職業医療関係で専門卒と。意外と、あ、医療関係なんだね。意外といいとこ。お、ミドルエイジさんにいいねされました。あー、そういう言い方するよね、ミドルエイジさんね。なんかあれだな、ミドルエイジさんっていう名前にも見えなくはないよね。エイジって顔してるもんな。サチワーと上がって叩くと。まあまあいい給料もらってますよ。そりゃあね。じゃあ連絡先聞いとこう。お、意外とやっぱコメントは一緒な感じだね、このあたりはね。よし、ゲット。さあミドルエイジをゲット。女子力レベルが13。いいね、上がってきたね。ミドルエイジ48歳。外見には自信がないです。恋愛経験はほぼないに等しいです。ただし誠意のある行動に自信があります。中身重視の方よろしくお願いします。いやいや、タバコを吸う人は不可、お酒は少しなら可です。料理が得意な人を希望です。職業は大手企業、いい人がいればと。仕事ばっかり頑張ってたんだろうね。それしか言えねえ。それしか言えねえもん。だってでもお酒は意外と飲めないタイプなんだね。おお、なんかやべえの来た。オラ月さんにいいねされました。やば。でもさ、なんかちょっと塩、振りかけそうな感じしない？塩ね。さあ、こんな感じかな？怖っ。オラオラしてんな。白黒はっきりしろみたいな感じだね。よし。SNS で探してみたら、一人暮らしっぽさのない家ですね。ああ。そういう感じね。とにかく僕についてくれば大丈夫ですよ、と。お色に関してはあんまりね。はい、ID 交換。おお、断れた。やっぱ強いね。今どこいるんですか？なんで聞かれないといけないんですか？いや、回復して、これは捕まえに行こう。あー、難しいね。
プロフィールに書いてるポエム素敵です。ポエム素敵ですね。プロフィール画面はこの主人公どうなってんだろうね。ああ、全然捕まらない。わあ、よかったー。これで捕まらなかったら発狂してたかもしれん。さあ、オラつき、ゲット。オラつきっていうはい、オラつき31歳。見た目が怖いとよくやりますが、話すと親しみやすいと驚かれます。嫌いなことは舐められることと自分を負けること。やっぱオラついてんな。いろいろな意味で負けたことはありません。本当に良さそうな人にしかいいね返さないのでご了承を。そんな意思わからない、職業コンサル。あー、コンサルね。オラつくまではないけどな。いるいる。でもね、本当に良さそうな人しかいいね返さないのでご了承。これもね、なかなか怪しいの、こう言われるとね。いやー、ひときわさ、ひときわ威圧感あるよね。やべえな。ハングレさん。あー、オラついてグレたかも。オラとグレじゃん、もう。じゃあ、いいねしとこ。あー、グレてるねー。グレちゃってるねー。早っ。あ、やべ、マックスだ。付き合ってもないのに束縛しようとしてませんか？なんか、急所をついてしまったかもしれん。来たー、よかったー。いやー、さあ、半グレ37歳。写真や LINE は仲良くなってからかなーという人は苦手です。私は仲良くなるためにそれを要望しています。要望しています。なんだろうな、押し付けてくんだよな。理由をつけて会うのを避ける人も苦手ですね。会わないと何も分かりませんよ。メッセージでも、メッセージも短文でなく、質問や話題の提供と意味のあるものを。なんで上からなのかな。不動産管理釣り上からね、出会いで上からっていうのもなかなかだよね。絶対嫌だな、女だったら。お、理系さんにいいねされました。理系さんになるんだね、理系。まんまだった。さあ、どうかな。捕まれ。よし、理系ゲット。お、マコロンゲット、ラッキー。よくオタクっぽく見られがちですが、オタクではありません。はじめは無口ですが、仲良くなるとよく喋ります。聞き役に回ることが多いです。もし興味が湧いたらいいねをどうぞ。大学院着替え場と。オタクっぽく見られがち。まあ、勉強頑張ってるからね。でもオタクっぽいな、確かにね。あ、なんか今出た。こわもてさ。あー、マジか。やってみよう。こわもて、いや、やべえ方向が見つかってきてるな。ローン組めないんですか。薬は絶対やりません。まあ、そりゃね。もっと荒々くいきましょうよ。職業から出会いがない。え、どういう職業？絆を大事にしてます。いやー、なんかもうそっち方面にしか見えなくなってきたな。意外と難しいんだよな。ギリいけた。他のアプリにまで追いかけてこないで。
めっちゃ怖いじゃん。困ってる人を見ると放っておけないんですよ。このなりでそれされたら怖いよね。お、ゲットできた。こわもてすぎるわ。こわもて48歳、とある団体の長をやっています。こんな見た目ですが、小心者です。変わった仲間が多いので、珍しい世界を見せてあげると思います。やばそう。困ったことがあれば相談乗ります。いろいろつては多いです。嫌いな言葉、裏切り。あーもうそっちだ。危ねえやつだ。あーその他その他だもん。同居人その他ってどういうことだよ。組に属してるから。はい。ということで、とうとうこわもてまで出てきたね。で今 86% で、ヤンキーの強化系、小金持ちの強化系、パーリーピーポーイベント好きと、こわもての強化系か、の4人。なので、まあまあまあ、だいぶいいんじゃないかな。まあ、ただね、これどうしてもスキップが確率なんで、うわ、出た、裏社会さん。ああ、やめようと思ってさっきに出てきたな、やろう。もうはっきり出たね、裏社会さんってね。裏社会と。いや、これマッチングしたらダメよね。お、いいんじゃね。夏でもいつでも長袖ですね。ダメよ、それ、本当に言っちゃ。ダメよ、言ったら。大変なことになるからね。あ、しかも、裏社会。めっちゃゲット早かったな。なんと、マコの1個もらった。あ、可愛らしい。ありがとうございます。裏社会50歳。お控えなさってください。早速ながらこのマッチングアプリの場を借り受けしまして、敬意を発させていただきます。手前、孤独に耐え難き思いを得、知人の世話により今宵始めました。以後、万事万端、お見知り置きをよろしく思う、お頼申します。年収3000万、経営者。絶対ボスだ。ボスだ、これ。うわー。うわぁ。やばそう。いや、来ないのよねって言ったら早速来たわ。まあでも多分これでスタミナが切れるから。そうね。あとはマッチングの運って感じなんで。結果 90% ね。残り1、2、3。そうなんだよね。まだ見てればいいんだよ。見てないってなると探すのが難しいからな。まあ、このあたりはね、運に任せて探そうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。面白かったら、高評価、あとはチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃ、またねー。